皆さんこんにちは。こんにちは。これはフェアリーテイル、ね。そうですよ。ですね。はい。劇場版。本日公開でございます。ああ、やったですね。また、ドラゴンくらい。ね。すごい日々。ね、あもう見どころがね満載なんですけれども。そうですよ。だって、はい、今回はもうまずめちゃくちゃ活躍してるじゃないですか。最初から最後まで夏という感じで、そう、ね、今回も夏のために作られた作品だと言っても過言ではないんですけども、しかも原作を読んでくださってる方々がちょっと、はい、あって喜ぶ展開になってますね。なってます ね。そう、見ないと損します。見た方がいいです。本当に見てください。本当に時間ください。ぜひ劇場に足を運んでください。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。我々頑張ってみて、はい、はい、じゃあかぶっちゃったよね。劇場でね、お待ちしてますので、はい、僕たちと握手ね、しないよ。なんでだよ。私たち舞台挨拶これから2回目がありますので、はい、あ、そうですね。はい、はい、ちょっといいことをね言って宣伝をガンガンして、そういうことですね。だから僕らがドラゴンって言うからみんな暗い日って、ね、言わないです。本当にさっきやったけどそれちょっとざわざわしちゃった。コールレスポンスやってくれよ。そう、じゃあやる、ここで やってみよう。ちょっと一回私たちがドラゴンっていうの、あの俺がドラゴンって言うから、うん、みんなが暗い、だから、うん、あれもう暗いって言ってくれれば、私もドラゴンって言いたいな。それでいい。じゃあドラゴンって俺たち2人で言うから、うん、みんなが暗いっていう風に返してください。そうしよう。はい、ね、いくよ、いくよ、せーの、ドラゴン。はい、あもう素敵みんなね、ありがとうね。すごい静まり返ったな。いや電車の中でね、大きな声ありがとうございます、ね、ありがとうございます。今度は劇場でね、はい、終わった後に大きな大きな声でクライしてください。というわけで以上、夏役の柿原とルシ役の平野優でした。